大変になるところじゃないかと思うんですけど、頑張ってください。名古屋式の実行の流れをその追いかけるにあたってその、まあ、隣国大学をおさらいしますというところですが、そもそもおさらいも何も知らないよという方もいると思いますが、おさらいします。ていうか、そもそも隣国大学をこう毎日こう手足のように使ってるぜという方はこの中にいらっしゃいますか？ないですよね。いるとしたらチャールズ・ナッターで JLB の作者ぐらいだと思ったんですけど、ここにはチャールズ・ナッターがいないということが分かりました。ということで、僕も使ってないですが、おさらいします。で、隣国大学ってどういうものかっていうと、本当はその、JLB とか、あとグルービーはまだ使ってないのかな、Java 以外の言語処理系をその JVM で動かすにあたって、その、Java 以外の言語処理系を動かすにあたって、というか、動かすために、Java SE7 で追加された、バイトコード命令です。で、インボクバーチャルとかインボクインターフェスとか、これまで Java 6まであったそのメソッド呼び出しと違って、その呼び出す処理がその実行時に選択できるっていう、まあ、特徴があります。で、なので、ここの特徴を使って、本来は JLB とか、まあ、動的片付け言語用に追加されたメソッドというか命令なんですけど、それを流用して、ラムダに使っているというような形です。で、そのインボックダイナミックのさらにこう前提としまして、こういうところは基本として押さえててくださいねというところを話します。Java のメソッド呼び出しの、流れっていうのがどういうふうになっているかというところをお、話します。Java のスタックマシン、JVM がスタックマシンだよというところを説明するんですけど、どの呼び出しも手順は大体その同じで、隣国ダイナミックだろうが、隣国インターフェースだろうが、隣国バーチャルだろうが、この流れは同じなので、どうでも通用するという話です。その上の、まあ、これがこの、まあ、Java プログラムの典型的な一行で、この、まあ、レシーバーっていうか、まあ、レシーバーのメソッドを、アーギュメント01を、伴って呼び出すみたいなことをやってるんですけど、これがそのバイトコードのレベルでどういうふうに実行されるかっていうと、Java はスタックマシンなので、まずその最初にレシーバーっていうメソッドの持ち主を、スタックに1個どんどん作ります。その後、arg0、arg1 っていう、まあメソッドに渡したい引数をドカンとスタックに2つ積みます。で、スタックにこう3つの、引数じゃないや、値が積まれた段階で、インボークなんたら、インボークバーチャルとかインボークインターフェースとか、そういったような命令をドカンと呼び出してあります。そうすると、このインボークされたメソッドの方で何か処理が走って、何かしら、まあ、戻り値が戻りますよね。で、戻り値が、戻ってきたその戻り値っていうのが、スタックに1個積まれて、もう一回このプログラムのこのメソッドの処理に戻るというような形になります。で、これ、戻り値があるメソッドの場合はこうなります。戻り値がない、ボイド型のメソッドを呼び出すとどうなるかというと、ここの戻り値っていうのが何もなくて、スタックに何も積まれてない状態で、メソッドの実行が終わるというような形になります。で、今言った話は、インボクインターフェースだろうが、インボクダイナミックだろうが同じ話です。で、それを踏まえて、Java SE6 までの呼び出し命令というのは、これまで4つあったんですけど、どの呼び出し命令も Java 言語のために作られた呼び出し命令なので、Java 言語のその言語仕様に、すごく密接に結びついた形で、用意されています。例えば、メソッドは再定義されませんであるとか、名前とか引数の型とか、あとレシーバーのクラスを指定すれば、呼び出すべき処理の1に決まりますっていう、ことであったりとか、そういったような形になっています。これで、Java のプログラムを実行する上では、今言った4つの、インボークインターフェース、インボークダイナミック、インボークバーチャル、インボークスペシャル、インボークスタティックが良かったんですけど、何がこう原因でこのインボークダイナミックを追加する反面になったかというと、さっき言った通り JLB とか、そういったような Java 言語にないその機構、例えばメソッド再定義とか、そういったような、機構をその持っているその言語を JVM 上で実行したくなったからです。で、Java SE6 以前でも別に JLB とか普通に動いていたんですけど、ちょっと不都合があったんですね。で、どういうところが不都合があったかっていうと、その
メソッド再定義とかそういったようなその機能があるので、そのさっき言った通りその、インブックバーチャルみたいなこれまでの Java 用の仕組みでは直接 Ruby の処理っていうのは呼び出せないんですよ。一旦この処理系の処理を挟む必要があるんですね。どういうことかっていうと、インブックバーチャルでもってこの、まあ、Ruby のプログラム、呼び出しもこの Ruby のプログラムからインブックバーチャルメソッドで処理系の何かしらの、メソッドを呼び出します。でこので、Ruby の処理系の、中身の処理が、こう、独自で持っている、メソッドの、まあ、対応表みたいなのを持っていて、ハッシュテーブルみたいなのを持っていて、そのハッシュテーブルを、まあ、メソッド名で引いてきて、この、まあ、例えば、ファンクアップ42とか、まあ、これは名前で作れるけど、そういったような、その、呼び出す先の処理っていうのを、ハッシュテーブルを引いて、まあ、もらってきます。で、その上で、改めて、インボックバーチャルメソッドで、この日、ハッシュから引いてきた、メソッドを呼び出してあげるみたいな処理になります。でこれできるからいいじゃんって話があるんですけど、何が嬉しくないかっていうと、間に処理系が1個挟まるので、ここからここに直行かないので、最適化が効きにくいんですね。ここからここにこう直で呼び出すことができれば、なんかメソッドキャッシュとか、まあ、JVM の中の仕組みを使って、なんだジットコンパイルがうまく働いて、こうほとんど、まあなんかまあ、爆速で動いたりするんですけど、こういう仕組みだと爆速になかなかなってくれないので困ったっていうふうな形で、インボックダイナミックっていうのが追加されました。でインボックダイナミックを使うとどうなるかっていうと、さっき言った処理系を中に挟むっていうのが全部必要なくなって、呼び出し元の、まあ、例えば Ruby の、プログラムからいきなり呼び出し先のRuby のメソッドがどんどん呼ぶことができます。でこういったことをするためにインボックダイナミックっていうのが追加されました。でこういうことをするができるようになると、JVM による、自己で最適化が効きやすくなるので嬉しいということです。で、ここからさらにわけわかんなくなるんですけど、インボックダイナミックの道具立てです。で今言ったようなそのことをするために、このインボックダイナミックを呼び出したときに、その呼び出し先っていうのはどこなのってことをその探す仕組みが必要なんですね。つまり名前とか型だけでは判別でき、呼び出し先が判別できないので、こうプログラム的にこう呼び出し先を引っ張ってくるような処理を何とかして埋め込む必要があります。その仕組みっていうのがこれです。この呼び出し元っていうのに、まあ、このインボックダイナミック命令が1個対応しているというふうに思ってください。でインボックダイナミック命令1個のインボックダイナミック命令には、このブートストラップメソッドっていうスタティックなメソッドが1個紐づいています。でこのインボックダイナミック命令、1箇所のインボックダイナミック命令を最初に呼び出すときに、このブートストラップメソッドっていうのが最初に1回だけ呼び出されます。でこのブートストラップメソッドっていうのは何をするかっていう と、ですね、このメソッドハンドルオブジェクトというのとコールサイトオブジェクトというのを作って、この呼び出し元に紐づけるっていうことをしてあげます。でこのメソッドハンドルとコールサイトって何って話なんですが、メソッドハンドルは、関数ポインターだというふうに思ってください。関数というか、まあ、メソッドとか何らかの処理というものを表す、オブジェクトだというふうに思ってください。でそれがメソッドハンドルですね。でコールサイトっていうのは何かというと、コールサイトって、そのまま日本語にこう直すと呼び出し元なので、このコールサイトっていうのは呼び出し元にそのまま紐づく、オブジェクトだというふうに思ってください。で、つまり何をやってるかというと、ここでは呼び出し元に関数ポインター、つまり処理の実行する処理を紐付けて、まあ、登録してあげるということをやってあげるのがこのブートストラップメソッドです。で、このブートストラップメソッドでその、まあ、呼び出す先の処理を何かしら作ってあげたら、2回目以降というか、まあ、初回も含めてなんですが、このインボックダイナミックメソッドから、まあ、命令から、呼び出し先にドカンドカンと直接的に処理が呼び出されるような形になります。なので、ジットコンパイルが聞いて嬉しいという話です。で、ブートストラップメソッド、この後ちょっと必要になるのでもうちょっと詳しく言うんですが、さっき言った通りスタティックである必要があります。で、ブートストラップメソッドの引数がどういうものがあるかっていうと、ルックアップ
まあ、オブジェクトっていうのと、のがまあ最初にあって、これは何するかっていうと、メソッドハンドルのファクトリだと思ってください。関数ポイントを作るための、オブジェクトだというふうに思ってください。で、次が、ストリングで、メソッド名が渡ってくるんですが、さっき言った通り、文国ダイナミックって、メソッド名でその、まあ、呼び出し先の処理を引いてくるということは基本的にはしないので、これ、まあ、ダミーでも構わなかったりします。まあ、何かしら任意の文字列が渡せるものだと思っていい感じです。で、その後、メソッドタイプっていうのが渡されて、メソッドタイプっていうのは、このインボクダイナミック命令の引数の型と戻り値の型です。さっき言ったように、その、インボクダイナミック命令にしろ、インボクインターフェース命令にしろなんですが、呼び出す前に、まあ、スタックに値を積んでいって、呼び出して、最後にこう戻り値があったりなかったりするということを言いました。で、このインボクダイナミック命令でもその引数の型の、この型がどういう型のオブジェクトを積まなきゃいけないかっていうのは決まってるんですね。型と数が決まってるんですね。で、その後、戻り値としてイントが変えるのか、ストリングが変えるのか、オブジェクトが変えるのか、あるいは何も変えられないかっていうのを、それはもうコンパイル時に決まっていなきゃいけないんです。で、コンパイル時に静的に決まっているので、このまあ、インボートスタップ命ソフトに渡すことができるっていう話です。で、まあ、こういうふうになります。で、その後、この3つの、固定した、引数の後に、任意個数の定数を渡すってこともできます。呼び出し元でこう、まあ、適当じゃないんですが、まあ、ブートストラップ命相当が、まあ、欲しいようなこう定数をあらかじめこうクラスファイルに書き込んであげておいて、でこのブートストラップ命相当に渡してあげるということができます。で、戻り値はさっき言った通り、メソッドハンドルの初期値を紐付けたコールサイトっていうのを返してあげるということができます。で、例えばという例なんですけど、メソッドを呼び出した後、強制的に、その戻り値を破棄してしまって、強制的に戻り値を42にするみたいな、ブートストラップメソッドを書くことができます。これは中を見ても何のこっちゃ分からなかったりするんですけど、何やってるかっていうと、コンスタントっていう定数をもうなんか返してあげるような、メソッドハンドルを作ってあげて、そのメソッドハンドルをなんかこう関数に対するなんだろう、まあ、関数に対する演算みたいなことをゴニョゴニョとしてあげて、全部戻り値を廃棄して、定数を戻すみたいな、まあ、そういう操作をして新しいメソッドハンドルを作ってあげています。で、それをコールサイトに紐付けて返してあげることで、なんだろう、まあ、そういう変な呼び出しができるような、インボクダイナミックの命令というのができることになります。で、こういうふうにその個々のインボクダイナミック命令の動作っていうのは、このブートストラップメソッドを見れば大体見当がつくようになります。ということで、ラムダシティにもう一回戻るんですけども、さっき見た通り、ラムダシティの実行っていうのは、インボクダイナミック命令の実行として、コンパイルされているということが分かります。で、さっき見た通り、そのインボクダイナミック命令っていうのは、それに紐付けられたブートストラップメソッドを見れば、実際の動作がどういうふうになるのかということが、分かるはずなんですね。なので、このラムダ式のインボクダイナミックに紐付けられたブートストラップメソッドっていうのを中身をちょっと見てみましょう。で、いきなり答えなんですけど、ラムダ式の実行のインボクダイナミックには基本的には、Java Lang Invoke Lambda Meta Factory っていう、クラスのメタファクトリーメソッドっていうのが、ブートストラップメソッドとして、紐付けられています。で、このブートストラップメソッドが何をしているかっていうと、さっき言った通り、インボクダイナミック命令が最初に呼び出されたときに、この、ブートストラップメソッドが呼び出されます。で、この中で実行時に生成してあげます。で、その後に、ラムダを、この作ったラムダのクラスをインスタンス化するような、メソッドハンドルを作ってあげて、で、コールサイトに紐付けて返すということをします。そうすると、インボクダイナミックにこのラムダのクラスをインスタンス化するメソッドハンドルが紐付けられたので、2回目以降、こういうふうにいきなりこうインボクダイナミックを実行すると、ラムダのインスタンス化という処理に飛ぶということになります。で、
さっき言った通り、ラムダ メタファクトリー、ブートストラップメソッドのシグネチャーがこうなっているよという話です。最初の3つの、引数っていうのはさっき言った通り固定の3つなんですけど、2番目の、ネームっていうのが、サムっていう、関数型インターフェースの唯一の、アブストラクメソッドの、名前になっています。でその次が、インボクダイナミックの引数ともどちですね。で最後の3つが、独自の、独自に紐付けられた、定数の、定数が渡されるところで、ここにはそのサムの引数戻り値の型が何であるかというところと、あと処理本体のメソッド、つまり、さっき言っていたところ、アダの中身、アダじゃないですね、ラムダ式の、矢印の右側に当たるところですね、そこを実装しているような、メソッドって何ていうメソッドですかというところ、あと、ここはちょっと分かりにくいんですが、サムに対して、型パラメータを適用した後の引数と戻り値ってどうなっていますかという情報を与える。が与えられます。で、ちょっとここら辺はややこしいので、あんまり気にしなくてもいいんですけど、これらの情報、何が言いたいかというと、これらの情報を使って、ラムダのクラスが生成できるということです。どういうことかというと、このここですね、でしょ、2番目じゃない、3番目の引数というメインボックダイナミックの引数と戻り値が定義されているので、この引数っていうのを、何かしらラムダのクラス、ラムダのインスタンスのフィールドに格納してあげるようなコンストラクトを作ればいいということがまず1個分かります。でもう一つ、処理の本体っていうのがここに与えられているので、この処理の本体を、呼び出してあげるような、サムの実装、つまり唯一実装しなければいけないところの、メソッド、アブストラクトメソッドの実装をここに追加してあげて、中でこのここですね、ラムダダラゼとかそういった処理の本体のメソッドを呼び出してあげるというようなことを、そういうメソッドをこの中で作ればいいわけです。で、最終的に、はい、サムって何？サムっていうのはごめんなさい。ですね、例えばコンパレータークラスであれば、コンペアメソッド。で、ランナブルクラスであるインターフェースであれば、ランメソッドとか、そういったようなそのインターフェースの中で唯一アブストラクトで残っている、そういう実装しなければいけない唯一のクラス。ですね、クラスじゃないですね、メソッドですね。それが、サムです。つまり、そうです、ラムダの本体のところ、メソッドです。で、こういったその、クラスができるので、クラスをここで作ります。で、その後に、このクラスをインスタンス化してあげるようなメソッドハンドルを生成してあげて、そいつをコールサイトに紐付けて戻してあげるということをすれば、一丁狩りということになるわけです。で、ごちゃごちゃ言ってきたんですけど、結局どういうふうな流れになるかというか、その最終的に動的にクラスを生成した後、あとインボクダイナミックにその処理を、メソッドハンドルを通じて処理を紐付けてあげた後に、最終的に実行される処理ってどうなるのっていうのを、表したのがこちらの、技術的なプログラムになります。この上の、ラムダダラ1っていうのが、メタファクトリーのブートストラップメソッドが生成したクラスだというふうに思って、実行時に生成したメソッドクラスだというふうに思ってください。これは何をしているかっていうと、コンストラクター、このラムダダラ1っていうコンストラクターで、引数を取って、その引数をフィールド、ファイナルなフィールドに格納してあげるみたいなことをしていきます。で、唯一実装しなければいけない抽象メソッドであるところの、apply as int っていうメソッドは何をしているかっていうと、ここに直接書いてありますけど、何かしらこう処理の本体を呼び出しているということになります。本当はラムダダラゼロをこう呼び出すということにしなきゃいけないんですけど、ちょっとごめんなさい、嘘が入ってますね。で、何かしら処理の本体を呼び出すということをします。で、アダの中ラムダ式実行のところがどうなるかっていうと、さっき言った通りここはインボクダイナミックなんですけど、インボクダイナミックっていうのが結局何をしているかっていうと、ここですね、この実行時に生成したところのラムダダラゼロ、ラムダダラ1っていうクラスをデルタっていう引数を持ってインスタンス化してあげて、そのインスタンス化してあげた結果を戻すみたいなことをやっていることになります。で、これ結局どういうことが
ていうと、やってることっていうのはほとんど、匿名クラスのを自分で書いた場合と何も変わらなくはないんですが、ほとんど同じです、ほぼっていうところにちょっと書いてあるのは、ちょっとだけ意味があるんですが、ここ違うじゃんって分かった方いらっしゃいますか？じゃあ種明かしをしてしまうと、ここ、メタファクトリーが生成してくれたクラスのここの最初の就職詞を見てください。スタティックってついてますよね。匿名クラスってインスタンスメソッドの中でこう匿名クラスを作ると、スタティックじゃない、ノンスタティックな内部クラスとして生成されるんですけれども、ラムダの結果生成されるクラスというのは、場合によってこうスタティックだったりスタティックじゃなかったりします。でスタティックだと、この場合スタティックなんですけど、何がいいかというと、この外側の、クラスラムダクラスの、なんだインスタンスの、インスタンスをこう参照しない形でこの内側の、クラスのインスタンスが作られるので、なんか参照が1個少ないので、少ないというか外側のインスタンスが参照されないので、メモリーリークが、起きにくかったりするというのがちょっと嬉しいところです。でも、そういう細かいところを除けば基本的には匿名クラスとほぼ同じです。で、じゃあなんでそんなこう今まで言ってきたようなわけのわからないこう機構を通じてインボクダイナミックを使ってまで匿名クラスと基本的には同じことをやらなきゃいけないかってことがここで疑問として出てくるわけです。でこれも最初のからもう結論言っちゃうんですが、なんでインボクダイナミックによってそのラムダ式の実行をしているかっていう と、一つには、クラスファイルが少なくなるおかげでクラスローディングがの手間が減って起動が早くなるかもしれないです。でもう一つ、かもしれないって言ったのは後はちょっと種明かしがあるんですが、もう一つはそのインボクダイナミックを使ってその、ラムダのインスタンス化を、実装すると何が嬉しいかというと、ラムダメタファクトリーっていうのは JVM が固有に、実装することができる、API、JVM が提供する API なので、これを各 JVM が独自に実装してあげることによって、その JVM にとって最適なインスタンス生成の方法っていうのを実行時に自分にとっていい形でこう選択できるわけですね。でこれが基本的には一番嬉しいところです。なので、今まで言ったことっていうのはその、実行時にこういうクラスが生成されますよっていうのは、基本的には実装の話で、今、現時点での JDK8 の IE アクセスになったらっていうのは、こういう動きになっているというだけで、将来の Java、JDK9 とか JDK10 とか、あるいは、ラクレスさんじゃなくて、他のベンダーが作った JVM とかいうのは、全く別の実装になっているかもしれない。でも、それは構わないわけです。このラムダメタファクトリーっていうのは JVM が勝手に実装していいので最適なインスタンス生成の方法っていうのは JVM ごとに決められるわけです。でここが嬉しいところです。で最初に、起動時間、ちょっと腰砕けな感じの話から先にします。ちょっと、こういうかっこいいこと書いてるんですが、Java SE8 ではそのさっき桜庭さんに説明していただいた通り、こうストリームズ API とかそういったような新しい API が追加されて、こうラムダ式っていうのがこうプログラムの中で全面的に採用されるということが、想定されています。本当かどうかはともかくとして、想定されています。で、その時そのラムダ式っていうのは匿名クラス方式で全部実装していると、全面的にこれラムダ式を使うので、ラムダ式に相当するクラスファイルの数っていうのは大変な膨大な数になってしまうわけですね。こうつまり for 文を全て for each にメソッドの呼び出しに書き換えたとすると、それだけこうクラスが、ラムダ式が作られることになるので、それが全部クラスファイルになってドーンと、持ってこられると、クラスローディングというのは大変遅くなってしまうのではないかと思われます。で そこでこうインボクダイナミックっていうのを使うと、このクラスっていうのが実行時に生成すればいいので、こうコンパイル時には作らなくていいわけです。ってことはクラスファイルをこう ZIP ファイル、JAR ファイル、または名を ZIP ファイルからこう読み出してあげるということをしなくて良いので、回答してあげるということをしなくて良いので、起動時間が抑えられるかもしれないです。と思ってやってみました。
ですね、5000個の匿名クラスと5000個のラムダを、それぞれ別にインスタンス化するようなプログラムを作って実行してみたんですけど、ちょっと箱ひげ図にしたらなんか分からなくなっちゃったんですけど、上が匿名クラスで下がラムダ式です。早い話がラムダ式の方がちょっと遅かったです。残念な結果に終わりました。ちょっとって言ってもこう5000個インスタンス化して2秒と 2.3 秒とかね、大して遅くはなってないんですが、まあ、こうやって言ったりします。で、ただこれはまあそのパフォーマンスのっていうのは大体こう環境によるので、全部が全部こういう結果になるとは限らないということは一応言っておきます。最初僕32ビットの、VM の上でずっとやってたんですけど、その時は実はラムダの方がちょっと早かったんですね。でこれいけるじゃんと思って資料を作ってて、最終的にこうちゃんとした PC に持って行ってこう同じプログラムを実行してみたらこうなっちゃったっていう感じになってます。なのでもしかしたら32ビットだったら早くて54ビットだとまだラムダが遅いとかそういったような話があるのかもしれないですが、ちょっとちゃんと調べられてないんです。で、まあ、一応考察してみると、匿名クラス方式で実装した時の実行時間の増加要因としては、まあ、さっき言った通り、JAR ファイルを読み込まなきゃいけない、JAR ファイルがでかくなるので、その JAR ファイルを読み込む手間が1個あります。でもう一つは、JAR、そのでっかい JAR を解凍して、クラスファイル全部引っ張っていかなきゃいけない、そこの手間っていうのがあります。で、それがあるんですけど、ラムダ式にもその実行時間を遅くするような要因っていうのはやっぱりありまして、どういうことかっていうと、ブートストラップメソッドを呼び出すときに、さっき言った通りそのメソッドハンドルとかメソッドタイプとかそういったような定数を渡してあげるって言ったんですけど、つまりその定数っていうのはどこかで作んなきゃいけないっていうか、まあブートストラップメソッドを呼び出すときに作って呼び出してあげなきゃいけないんです。そのブートストラップメソッドを呼び出しに伴う例えば、まあ、定数の生成の手間であるとか、あるいは、バイトコードを生成するときにいろいろリフレクション的なことをしてクラスの成功性を調べたりとかそういったことをしなきゃいけないので、そういったところのバイトコード生成のときの、まあ、オーバーヘッドとかあるかなというふうに思います。で、まあ、僕が試した環境だと A プラス B よりも C プラス D の方が上回って、結果的に遅くなっているのかなというふうに思ったんですが、ちゃんとプロファイリングとかまだしてないので、これはまだ推測に過ぎないです。多分こうかなというふうに思っています。で、腰砕きの話は以上にしまして、本題というか本当の嬉しいところです。で、ラムダメタファクトリーっていうのは、さっき言ったと JVM が提供するので、JVM が自分に都合がいい方法で、このラムダメタファクトリーっていうのを、作ってあげることができるよっていう話です。で、じゃあ他に、さっき言ったその動的なクラス生成の他にどういう、選択肢があるのって言いますと、まあ、一個はさっき言った通りの記述の方法ですね。で、もう一つ、あり得る方法としまし、あり得る方法としましては、その、このラムダ式の実行ごとにインスタンスを作ってあげるんじゃなくて、定数を返してあげるって方法です。これはその、なんだろう、できる条件が限られるんですけど、外部の値を参照しない、あのラムダ演算っぽく言うとその自由変数がないような、ラムダ式であれば、そのシングルトンインスタンスとしてこう生成することができたりするんですね。という話をこの次のページでします。どういう話かっていうと、例えばこのコンパレーターです。X と Y っていう引数を取って、X レングスと Y レングスを比較して、その文字列の長さで、比較を、オブジェクトの比較をしてあげるようなコンパレーターを作るようなラムダ式というのがここにあったとします。で、ここのラムダ式、ちょっと注目していただきたいんですけど、この中で使っているその値っていうのは、x っていう値と y っていう値だけです。で、このコンパレーターの外にある、まあ、フィールドも参照してなければ、このコンパレーターメソッドの中の、effectively、ファイナルな変数も参照していないです。なのでこのラムダ式って何度実行しても同じ働きをするラムダになるはずなんですよ。ってことは同じ働きをするものだったらここだけインスタンス作ってそれを毎回返してあげればいいじゃないですか。ってこと、まあなんだろう、いわゆるこれシングルトンパターンですよね。で、なので、こういうことができると嬉しいです。
で実際僕が試した JDK8 の一番新しいバージョンだとこういうことができるっていうか、まあ、こういうふうな、ストラテジーが採用されています。ラムダの処理の本体がその外側の変数に依存してないようなラムダを作る場合には、シングルトンインスタンスを作るような、実装になっています。どういうことをしているかというと、このブートストラップメソッドの中でラムダのクラスを生成してあげるところまではさっきと同じなんですけど、ここブートストラップメソッドの中でもシングルトンインスタンスを作ってしまうんですね。でその作ったインスタンスを返してあげるような整数として返してあげるようなメソッドハンドルをこの段階で作ってあげて、それをコールサイトに紐付けるということをします。でそのコールサイトを紐付けてそのコールサイトを返してあげるので、インボクダイナミックというのは2回目以降は呼び出されるとドカーンといって直接シングルトンインスタンスを定数として戻すみたいな動きをするようになります。処理が呼ばれ、メソッドの中身は呼ばれないわけです。なのでこの後、で実際試してみましたっていう話がこちらなんですけど、さっき そのコンパレーターを作るラムダ式のメソッドを何回も3回ですね、3回ここで実行してみたんですけど、ここにハッシュコードは 84AEE7 というふうにずっと同じような、ハッシュコードになっていることが分かります。つまりここでここの関数の中でメソッドの中で、作っているラムダ式というのは何回呼ばれても、同じインスタンスを変える、シングルトンインスタンスを変えるような、実装になっているという話です。はい、ということで、まあ、1個嬉しいところがここで出てきたわけですけれども、他にもインスタンス生成の戦略っていうのは、考えられることはいくつかあって、例えば、1つの関数型インターフェースごとに、1つのクラスを作ってあげて、その、リフレクションを経由して処理の本体を呼び出してあげるみたいなことも考えられるかなと思います。どういうことかっていうと、今まではそのインボックダイナミックの命令ごとにクラスを定義してあげる。で処理の本体を呼び出してあげるって話をしてたんですけど、一応可能性としては、こうある必要必ずしもなくって、その呼び出す先のメソッドっていうのはリフレクションという形でこう、まあ、持たせてあげて、でクラス自体は1個だけ作って、その1個のクラスにフィールドとしてこのリフレクションのメソッドオブジェクトみたいなものを渡してあげて呼び出すみたいなこともできないことはないです。ただまあこれ遅いので普通やないと。でもう一つ可能性としてというか、まあ、これは将来の可能性なんですけど、ブライアン・ゴーツ、ゲーツ、ちょっと読み方わかんないんですけど、ゲーツですか、ブライアン・ゲーツって人がなんかスライドで言ってたんですけど、将来的にはメソッドハンドルっていうのをガリガリにチューニングした後は、こうメソッドハンドルを関数型インターフェースに直接ラッピングして、まあ、クラスを作ら、まあ目に見える形ではクラスを作らないで、直接こいつを呼び出してあげるような機構を用意してしたいなみたいなことを書いてきました。でもしかしたら将来 JDK9 とか JDK10 とかになったらこういう、何か API が用意されて、そういう、まあ、ストラテジー、まあ、戦略が採用されるようになるかもしれないです。まあ、ただこれは現在は影も形もないので、将来の話です。はい。という感じです。で、今まで言ってきたのが、基本的にはその本筋の話で、この後、重箱の隅をさらにつくような話に入ります。でラムダの直列化っていう話です。どういうことかというと、関数型インターフェースがシリアライザブルをもしかしたら拡張しているかもしれないっていう、こんなケースの話です。シリアライザブルって皆さん日々格闘されてたり格闘されてなかったりすると思うんですけど、まあ、Java の言語としての仕組みで、インスタンスを、まあ、バイト列にインスタンスをバイト列に変換してあげたり、まあ、それを直列化するんですけども、逆にバイト列から、Java のインスタンスに、オブジェクトとしてこう復帰させてあげたりとか、そういったような仕様がこのシリアライザー、シリアライゼーションの仕様です。で、そのクラスにシリアライザーっていうインターフェースがこう、まあ、クラス側にシリアライズインターフェースを実装していると、今言ったようなシリアライゼーションの仕組みっていうのが、そのクラスは提供しなきゃいけないことになっているんですね。なので、
もしこの関数型インターフェースがシリアライザブルを拡張するような形で定義されていた場合には、ラムダのインスタンス、あるいは実行軸に作成されるラムダのクラスっていうのは、その直列化の仕様というのはきちんと満たす必要があります。なので、どういうことかというと、ラムダからバイト列に置き換えて、直列化ですね。で、逆に非直列化という形で、バイト列から、ラムダのインスタンスを復帰させたときに、元のラムダと同じように機能するようなラムダのインスタンスというのが、得られるような形になっていなきゃいけないということです。で、これちょっと難しいところがあって、ラムダじゃないけど、シリアライゼーションの仕組みというのは、基本的にこうクラス名でもって、復帰するというか元に戻すクラスっていうのを、調べたり選択したりするので、ですけど、ラムダのクラスで今言った通り実行時に作成されるじゃないですか。でなので実行してみないとクラス名は関係も形もないので、どうやったら直列化したり非直列化できたりするのかっていうところが、基本になるわけです。でこれはどういうふうにしてるかっていうと、JVM はここら辺よくできてまして、なんかこう抜け道があるわけですね。ライトリプレイス、リードリゾルブっていう仕組みがもともと用意されていて、こいつを使うと、なんかうまくいくんです。どういうことかといいますと、直列化の流れはどうなるかっていうと、ラムダのインスタンスがあります。こいつがライトリプレイスっていう、メソッドを定義していて、このラムダのインスタンスを直列化するよってことになると、このライトリプレイスっていうメソッドがまず呼ばれて、このライトリプレイスって何をするかっていうと、この真ん中にあるシリアライズドラムダっていう、なんかクラスのインスタンスを生成するようなことをします。で、このライトリプレイスっていうメソッドが定義されていると、Java のシリアライゼーションの仕組みには、こいつを直接、バイト列にも、渡すんじゃなくて、このライトリプレイスの結果の、この真ん中のクラスのインスタンスを、直列、変わって直列化してあげるみたいなことをするんですね。で、この、しますと。で、このシリアライズドラムダの中には、インターフェースの名前であるとか、あるいは処理本体のメソッド名であるとか、ラムダを構成する静的な情報を格納してあります。で、静的な情報が格納されていれば、後で非直列化するときにきちんと元に戻せるというわけです。で、最終的にデフォルトライトオブジェクトとかを使ってバイト列にする。で、このバイト列をオブジェクトとして復活させるときにはどうなるかというと、バイト列をまず、デフォルトリードオブジェクトを使う、オブジェクトにすると、いきなりラムダのインスタンスになるんじゃなくて、さっき言ったシリアライズドラムダっていう、ラムダの構成情報を固めたオブジェクトに1回まず戻ります。で、これをこのラムダのインスタンスに戻してあげるということをするんですけど、このシリアライズドラムダっていうのが、リードリゾルブっていうメソッド、プライベートメソッドを定義しています。で、このメソッドを定義するとどうなるかっていうと、この Java のシリアライゼーションの仕組みが、このリードリゾルブっていうメソッドを呼んでくれて、このリードリゾルブの結果のオブジェクトが、非直列化の結果として最終的に戻るというような形になります。で、なんかシーケンスを見てみると、リードリゾルブがまず呼ばれて、リードリゾルブっていうのがですね、このラムダ式を含むクラス、これがこのこいつの中にフィールドとして持ってるので、シリアライズドラムダには分かるんですけど、こいつ、ラムダ式を含むクラスのデシリアライズラムダっていう、静的な、メソッドを呼んであげて、でこのデシリアライズラムダっていうのはコンパイル時に、生成されて、ラムダ式があるようなクラスをコンパイルすると自動的にこういうメソッドができてるんですけども、こいつを呼んであげて、で最終的にこのデシリアライズラムダっていうのが、インボクダイナミックを使って、ラムダ式の実行と同じようにラムダを生成してくれるってことをやってくれます。なので、嬉しいことに、ラムダ式であったとしても、きちんと、ラムダ式で生成された、自己人生成されたクラスであっても、きちんと、バイト列にして元に戻すことが、これで、実現できるということになります。はい。以上です。で、総括としては、ラムダ式というのは匿名クラスの単純な構文等ではありませんということです。機能としては、得られる、プログラマーとして得られる機能としては、構文等だと言えば言えるんですけれども、中を見ていくと、実行の流れはちょっと違ったりします。
インボックダイナミック命令を使ってクラスを実行的に実行時に生成してそのクラスをインスタンス化しています。でこれによって何が嬉しいかというと JVM がラムダのインスタンスの生成方法を実行時に選べる JVM の都合がいいように選べるので、実行実際的キャノン用紙が大きくなって将来的にむちゃくちゃ爆速になったりするかもしれない、そうじゃないかもしれない。で最後、参考文献として良さげな文献を挙げさせていただきます。Java SE8 API Specification というのが、これは必読の、仕様でございます。ただこれまだ変わりうるので注意してください。であと JSR335 というのは今まで言ってきたそのランダプロジェクトランダの仕様です。で3番目のブライアン・ゲイツさんの From Lambda to Bytecode というのは、これがまあこの資料全体の元ネタなんですけども、今言ったその自動的にクラス生成すればいいんじゃないかというアイデアを説明しているのがこの3番目の資料になります。で、これをまあ見て、自分なりに解釈して書いたのが4番目に挙げた、私のブログの記事になります。でここら辺を見ていただくと、今日のちょうど昨日説明では分からなかったところがもしかしたら分かるようになるかもしれないので、ぜひ読んでみてください。ということで一通り終わりなんですけど、こんなに実は聴導記事ですようになっていて15分くらいの話になりましたすみません。ということで桜庭さんも含めじゃあ次ですか、何かご質問があれば、この場で私も含めて、この場でご質問を受け付けたいと思いますが、何かありますでしょうか。参考資料のゲイツのやつはそれより新しいのがあって、お、本当ですか去年の Java 版の資料があるんですけども、去年の Java 版の資料は多分もうすぐ見られなくなるので、必要であればなるべく早くダウンロードするのがいいと思います。あれ、その URL ってどこにありますか。あれね、なんか変な URL だから Java 版のところのコンテンツカタログから聞いて、Java 版のコンテンツカタログまでをツイートしていただけるという、寺田さんがしてくれるんじゃないかな。はい、じゃあ寺田さんお願いします。この隙に多分寺田さんがゲイツの調べて言われる、ここっていうの、ダメ？プログラムというバイトコードので2012年です。もう違います。違いますか。名前が違うんですけど、これ2011年じゃないですか。そうです。この JVM ラングサーミットっていうのが毎年7月ぐらいにあって、あのいろんな JVM 上で動く言語の人たち、作ってる人たちがいろいろ集まってやるサミットで、チャールズ・ナッターとかも常連だし、ゲイツも Java の話をするので常連っていうのがあります。面白いのであの VM の話とか好きな人は面白いので、その資料を見ていただけると面白いかなと思います。僕も読もうと思います。はい、はい、いいよ、いいですか。ユースト的に大丈夫ですか。最初に、ブート、インボックダイナミックを出すときにブートストラップメソッドを呼び出すとかなんですけど、実際にその呼び出すときにメソッド名とかってなんかさっき見てたらあのバラバラっていうの BST とかだったり、ラムダのメタファクトリーとかメタファクトリーっていうメソッド名だったりとか、そこってなんか決まりとかあるんですか。ご質問は、インボックダイナミックに限らず、ラムダ式に限らずインボックダイナミックについてということですね。はい、じゃあ、ズームスラップのメソッド名なんですね。ここか。この呼び出す、最初に呼び出されるブートストラップメソッドの名前ってどうなってるのっていう話を、ご質問いただきました。さっき言った通り、そのラムダ式の場合は、ラムダメタファクトリーのメタファクトリーメソッドに決まっていますというか、そういうふうにコンパイルしています。で、なので、命令に紐づく形で、メソッド名というか、
メソッドを持っているクラスの名前と、あとメソッド名と引数の名前とかを、呼び出し元のインボクダイナミックの命令ごとに登録してあげているように、定数として登録してあげているような形になります。というか、呼び出したい、呼び出させたいブートストラップメソッドを、そういうふうにクラスファイルにこう組み込んであげるみたいなことを、書くコンパイラーだったり、書く、言語処理系だったりとか、うまいことを生成してあげることを言うという感じになります。他にご質問などストリート、もう見られないおかしいですよ。そうなんです。この間変わっちゃったんですけど、今までは去年の資料は新しい Java 版が来るまでは見られたんですが、多分どっかにキャッシュしてると思うので、私も気が付いたらマイトします。でもああいうのすごい重要な資料だから、出せるようにしてほしいな。ご覧の方頑張ってくれないかな。本来の形にちょっとさせてください。本来こうです。あ、それで元のコードは括弧の N たす Δとかだったと思うんですけど、ここからラムボークダイナミックする際に勝手にレシーバー型と引数のアーム1を作って4行目あたりに設定するようなのはないって、自動的になんか適当に作ってくれるようなイメージなんですか。ここの このコンストラクターがどういうふうに作られるか、これは多分自動的に作られるんです。そうです。それはスタックの一番最初にプッシュしてあるやつが自動的になんかレシーバー型みたいになって、 N 第2引数の N がなんかアグ1みたいなのは内部で勝手に作られるルールがあって、こうなってる。そうですね、内部というかそれをやってくれるのはまさに、ブーストラップ、ブートストラップメソッドであるところの、ナミナメタファクトリーのメタファクトリーメソッドの中でこう、引数の型がいくつ引数があるかっていうのを、検査して、その全部引数を全部、コンストラクターに渡してあげるみたいなことを中でやってくれているっていうイメージで、はい、その時に元は N たすデータだと思うんですけど、 N がレシーバー型になるわけではないんですか。ここですか。はい、引数の順番の方を強化される、下から3人目ここですか。あ、何を元に最初ここがデルタになっているのかなっていうのは、はい、疑問なんです。そうですね、ここは単に実装がこうなっているよっていうだけだと思うんですけれども、僕が評価したとき見たときの JDK8 の実装だと、こう、
サムというか、シングルアブストラクトメソッド、唯一実装しなきゃいけない抽象メソッドの引数、メソッドの引数にあたるところは、最後の方に、引数の順番として配置されて、それよりも前にその、なんだろう、外側の、つまり外側の、ラムダ式の外側の変数であるとか、フィールドであるとか、といったようなその値っていうのは、そのサムのメソッドの前に配置されるような形で生成されていたという、これは実装の都合というか、実装のがこうなっているというだけの話です。はい。わかりました。すみません。他に何かあった？ありがとうございます。シングルトンインスタンスについて一応確認させていただきたいんですが、簡単に言うと今までソースコードをコピペすると A クラスと B クラスは全然別々のインスタンスになってしまうんですが、ラムダ式をコピペしたらシングルトンになって同じシングルトンインスタンスになると理解してよろしいですか？なるほど。ですね、今ご質問はこのこのラムダ式をプログラムの中で複数2つ3つ4つと書いたときに同じインスタンスが書いてくれるのかってことですよね。そうです。はい。ですね、これは、残念ながら今の実装だとそうはなってくれていないんです。つまり1個のラムダ式ごとに1個クラスが作られて、その中ではそのインスタンスというのは共有されるんですけど、ラムダ式ごとには別のクラスとインスタンスになるってことです。ただこれも実装の都合というか実装がたまたま今そうなっているよってだけに過ぎないので、今後こう実装がこうもっとスマートになったりこう手が込んでくれば、なんかこう同じようなメソッドがあったら、それを流用するというような、形になってくれるかもしれないです。わかりました。はい、ありがとうございます。他にいらっしゃいますか？ラムダが、今後使えるようになってきたとして、どれぐらい積極的に使えばいいかっていうところにちょっと関心があるんですけども、例えばの話、コレクションの各所ホームで回せるところは片っ端からラムダに置き換えていくべきなのか、あるいはそうしないべき場所もあるのかっていうあたりがちょっとよくわからないんですけど、その点もし何かご存知でしたら教えていただきたい。普通の方位置を使うかどうかということですよね。例えば、リストとかで拡張交番で使っているところを方位置で書くから、はい、そこはあんまり変わらないです、はい。実行速度も大して変わらない、はい、というのもイテラブルの見れば、for each を見れば簡単に分かるんですが、本当にフォームを置き換えてるだけなので、そこは大して、やってもやらなくてもいいです。はっきり言うとね。ただ、ストリームが入ってくると話は全然別で、ストリームって流れるインターフェースで重ねていくんですね。マップ、フィルターやって、マップやって、リデュースやって、最後、コレクトでトゥーリストにするとか。そういうことをやるときに途中の過程は、処理が遅延されます。で最後のところでまとめてやるということなので、ループじゃなくて例えばフィルターマップコレクトっていう3つあったとしても3回ループ回すんじゃなくて最後のコレクトだけしか回らないんですね、ループが。でそうなると、普通にラムダで、無名クラスで書いてもいいんですけどちょっと見づらいのでそこはやっぱりラムダで書いた方がいいと思います。最初の方位置のやつは多分デフォルト実装で回してるだけだから、大したオーバーヘッドじゃないから気にするまでもない感じで、ストリームの方は遅延評価が効いたりするから、そこも積極的に使った方が多分得ですよね。はい、そうですね。そうすると、じゃ逆にあんまりそのラムダをあんま使わない方がいいですよっていうような場面はそんなにない。
今日はあんまり話は出てこなかったんですけど、最適化の問題があって、インボードダイナミックを使うと最適化しやすいっていうのがあるんですね。で、今日は起動時間の話、起動が早くなるか遅くなるかっていうのだけだったんですけど、実際にラムダを使った時のコールの時間っていうのはどのぐらい違うかっていうと、ラムダの方が早い、一般的に。へーとか言われてそれはあのブライアン・ゲイツの資料とかにも載ってるんですけども、特にジェネリクスとか使ってキャプチャーしなくちゃいけない時とかは結構早くなったりします。それは最適化をやってるから、好きのバリバリに結構最適化するので、で、JRuby なんかはそういうのを使ってかなり早くなってるんですね。で、それもラムダが使えるようになるので、意外にラムダ使うと早くなる。ただ、早くなるといっても何倍にもなるわけじゃないので、まあ、チリツモぐらいだと思ってください。 それで、チリツモぐらいなので見て分かりづらかったら無名クラスで書く、簡単に書けるんだったらラムダで書くぐらいでいいと思います。あの今のコールが速くなるのは、例えばコンピューターで言えばコンピューターメソッドの読み出しが速くなる。そうです、そうです。分かりました。 あんまり心配することなかったよかったです。ありがとうございます。他にいらっしゃいますか。もう一人ぐらいお答えできるかと。全然分かんなかったとかいう人でもまた親切に説明してくれるんじゃないかな。頑張ります。最後の一人ですよ。何ですか。インボックダイナミックの、ブートストラップメソッドの件で、JavaDoc に、ランダメタファクトリーが、唯一 Java8 であるみたいなんですけども、オブジェクトをクラスから直接継承しているみたいなんですが、あの引数モノリティっていうのは、同じようなシグネチャーだったらば、どれでも継承関係関係なくどれでも呼びちゃうような仕組みに多くなりたいなというのが質問です。はい、答えはその通りです。今のラムダメタファクトリーのメタファクトリーのブートストラップメソッドで、さっきそのこういう引数を取るように決まっ大体決まってますよという話をしたんですけど、それって継承関係を持って決まっているのかというご質問でした。で、答えは、スタティックじゃなくて、継承関係は関係ないですという答えです。なんというか、スタティックメソッド、もともとがスタティックメソッドなので、その、なんですか、Java のいわゆるその、インターフェースの実装とか、抽象クラスの、オーバーライドとか、そういった仕組みとは全く別の話で、そのメソッドの引数を性的に見て、合ってれば OK だし、間違ってればダメだという判断をするだけ、という仕組みになっています。なので、検証関係は関係なく、スタティックメソッドが、ちゃんとブーストストラップメソッドっぽいその引数の型になっていれば、ブーストストラップメソッドとして使うことができます。ありがとうございました。スタティックメソッドを継承で使うと結構穴が大きいのでどこ呼ばれてるか分かんないとかいう問題があるのでやった方がいいと思いますけどね。はい、よろしいですか。じゃあ本日はどうも、これで終わりでございます。ありがとうございました。今アナウンスさせていただいたんですけども、その後懇親会をさせていただこうと思っているので、今日からラムダマンに。